それでは問題です。一本だけ取り除いて今日にふさわしい形に直してください。そう、うわ、いい問題だったな。いい問題でしたね。やられた、悔しいわ。どうもヒコロヒーです。すげえ、クイズの50年おめでとうございます。ありがとうございます。それでは問題です。問題、マッチ棒パズル、一本だけ取り除いて今日にふさわしい形に直してください。一本だけ取り除いて今日にふさわしい形に直してください。私こういう謎解き問題はあまり作ったことがないのでちょっと分かりにくいかもしれません。なので、念には念を入れて、よく考えてお答えください。念には念を入れてよく考えてお答えください。念には念を入れてってめっちゃ言うな。はい、念には念を入れてよく考えて、これ絶対ヒントお答えください。ふさわしい形、大勢に、あ、やばいやばいやばい、空になってるからそのゼロのもうお分かりですね。あ、早いな、そのまま一本取り除いても今日にふさわしい言葉にはなりません。となるとヒントは念には念を入れて、念っていうとピンとくるのはこの2021、2021年の2021、ここにそのまま念を入れます。念に念を入れていいでしょということですね。数列だと思ったのがアルファベットの文字列に見えてきませんか。 GOSYONEN、 ご少年。はい、ここまでくればもう余計な一本はすげえ、ここですね。ここを取って GOSYUNEN、 ご周年。というわけで正解は5周年でした。すげえ。はい、改めまして本当におめでとうございます。ありがとうございます。以上カズレーザーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで2問連続不正解本当ですね、はい、いやこれは難かったけど、でもすごいここで出すクオリティじゃなかったでしょそうですね。やっぱカズさんは答える方、もちろんね答える方が注目されるのはテレビだから当たり前なんですけど、はい、作る方もすごすぎますね、うん、はい、念には念を入れてっていうのは気づいてたけど、そう、でもなるほど、2021のところを念にするっていうのは、はい、念に念を入れるっていう変換でしたね。いい問題だったから解きたかったな、はいいや本当ありがたいですね、はい、めっちゃいいクイズ、ね、だから数字の9は小文字の G に見えるとか、うんうんうん、数字の4がこあの Y に見えるとかね、そういう変換もしつつという、そう、うわ、いい問題だったな。いい問題でしたね。やられた、悔しいわいやこれ本当カズさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。初期からね応援してくださってましたからね、うん、カズさんは、ね、ありがたいことに、はい、もうだから朝5時ぐらいまで、コロナの全然前ですけど、新宿でみんなで飲みながら、カズさんが永遠にクイズ出てくるんですよ。カズさんの作ったクイズがスマホ1台からもう5時ぐらいまでずっと出てきて、朝まで、そう、朝までずっとクイズしたこととかあったな。本当にお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。